TBS テレビは音声認識 AI 技術を活用し、モジコ、モジパ、モジダスと現場のニーズに応えた3つのソリューションを生み出してきました。これまでに経済産業大臣賞や民放連賞、IT 賞や日本 DX 大賞など数々の賞を受賞し、社内外のユーザーから高く評価されています。そんなモジコファミリーからついにテレビの枠を超えた今までにない新しい挑戦が始まります。今回誕生する新たなサービスの名前は、モジオ。モジオとは文字を読むラジオ、つまりラジオの生放送をリアルタイムにテキスト化する新たなユーザー体験です。さまざまなテクノロジーを駆使し、ラジオの音声を出演者別にテキスト化することで、耳で聞くだけではなく目で読んで楽しめるメディアへ生まれ変わります。今回の研究開発はテレビとラジオが手を組み、 TBS グループ一体となって取り組んでいきます。1951年に有楽町で開局した TBS ラジオ。ラジオはいわば TBS の原点です。創立70周年を迎えた TBS ラジオが最先端の AI とともに新たな風を吹かせます。モジオは今までのラジオの概念を覆す可能性があるサービスだと僕は思っています。このサービスのポイントっていうのは、生放送をリアルタイムでテキスト化していくことになります。ラジオの内容が文字に起こされて公開されていくということは、 SNS にも拡散されやすくなりますし、それを読んでラジコのタイムフリーのように後からラジオの番組をもう一回見てみよう、聞いてみようということで、メディアとしての影響度も大きくなるのではと思っています。ラジオは特に地震が発生した時など災害時の情報ツールとして力を発揮します。また音声メディアゆえにこれまでアクセスできなかった聴覚障害の方にもお届けできるコンテンツになります。音声がテキストになることで、自動翻訳 AI を活用して多言語、多くの国の言葉に変換が可能になります。日本にいる在留外国人の方に楽しんでいただく、また海外向けのメディアにもなりうると考えています。聞けば見えてくる、聞けば見えてくる。今流れている曲は TBS ラジオのオープニングとエンディングに流れる聞けば見えてくるという曲です。モジオの実現によって、当時 TBS ラジオが目指した聞けば見えてくるではなく、まさに聞けば見えるサービスが実現できると思っています。